はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵にブレンディースティック、カフェオレ、大人のほろ苦、このスティックコーヒーをですね混ぜて飲んでみました。前向き前向き、 You will be fine だそうです。まあ何事もね、前向きに前向きにポジティブに解釈して幸せな人生を送りたいですよね。まあ客観的な人生はどうあれ、まあ、物質的な豊かさですとか経済的な豊かさっていうのはあまり本質じゃないんですよね。人間が幸せかどうかを感じるのは、まあ、脳内麻薬、脳内物質が全て決めてるわけですよ。常に前向きなことを考えて、ドーパミンであれ、オキシトシンであれ、セロトニンであれ、気持ちいい脳内物質を出してですね、客観的には幸せな人生を送りましょう。まあ私は袋麺を食べたり安いお菓子を食べたりしてますが、例えばですよ、200年前300年前の日本人の食事って、まあ現代人である我々からしたら生ゴミにしか見えないと思うんですよ。ちょっとひどいこと言い方すると。でも現代人である私たちが食べてる食事だって300年後400年後の人類からしたら生ゴミにしか見えないと思うんですね、はっきり言って。ということで、美味しいとか美味しくないっていうのはまあやっぱ比較の問題ですし、相対的なものですし、まあ、主観的なものに過ぎないわけですよ。だから基本的には何があってもですね、前向きにポジティブに解釈して気持ちいい脳内物質を出すということが、まあ、人生を楽しむにあたってのです、ね、寛容な点かなと思っております。ちょっと前置きが長くなりましたが、まあ、このスティックコーヒーはですね、まあ、一般的なちょっと苦味のあるカフェオレですね。まあ、大人のほろ苦って書いてあります通り、確かに若干の苦さはありますが、ものすごい苦いわけではなくて、飲みやすいカフェオレであると言えるかなと思います。まあミルクの甘みもありますので、優しい 甘さがありますので、子供でも飲めるかなと思います。大人のほろ苦って書いてありますが。生卵10個との相性はグーでございまして、非常に飲みやすくなっておりますけれども、良い子の皆さんは絶対に真似をしないでください。そういえば香りはですね、まあ香りもカフェオレの香りですね、一般的な。これ、確か1本33円ぐらいだったので、そういう意味で言うとかなりコスパのいいスティックコーヒーでございますんで、まあ、喫茶店とかでコーヒー飲むと今どうなんですかね、300円か400円ぐらいは取られると思いますから、まあ自宅でコーヒー飲んだ方が明らかにコスパがいいですよね。わざわざ喫茶店に行ってコーヒーを飲むほど喫茶店のコーヒーって美味しいんですかね。私昔読んだ本ですと、高級ホテルで出されるコーヒーよりもコーヒー豆よりもマックで出されるコーヒー豆の方がその高級らしいんですよ。コーヒー豆の質がいいんですってっていうのを昔本で読んだことがあって、で実際結構多くの人がマックのコーヒー美味しいって言いますよ。まあ私マックの、まあ私はあんまりコーヒーの味がどうのこうのってよくわかりませんが、だからまあそういう雰囲気込みでね美味しいのかもしれませんね。喫茶店で飲むって、その喫茶というね、その雰囲気を楽しみながら飲んでるだけであって、本当に2の人はマックに行ってコーヒー飲んだ方がいいのかもしれません。年末のね芸能人格付けみたいな話もありますし、値段に惑わされず本当に美味しいものを追求していきたいですね。はい、ということで現場から以上です。